イブラヒムさん、なんか何回か多分やってたんだけど、ゴッドフィールドを多分何回かやってたんだけど、何回目 ?4 日目とかで4回目なのに、ゴッドフィールドやろうみたいになった時に、イブラヒムは毎回なんか、え、なんかそういうゲームがあんだみたいな。え、それ何なんそれは。何そんなゲームがあんので、何なんそれは。ごめん。え、何それ歯切れ悪っ。俺、ああいうノリ好きなんだよね。なんか、あの人の笑いってマジでね、なんかシュールだよな。斜めだよね。角度ちょっと斜めの、角度斜めの笑いだよな。斜め37度ぐらいから投げてくる笑い、おもろいんだよね。だから俺がおもろいって思うのは、あれなんか自分でおもろいなって思いながら言ってるそうなのがおもろいんだよね。なんかその天然で言ってるわけじゃなくて、なんかそのもうちょっと自分でも笑ってるやんっていうのがおもろい。それがいいんだよ。結構ツボだね。終わっちまう。もうゴッドフィールドもおしまいなのが、うん、毎日のゴッドフィールドもおしまい。終わるんだ。うん。ゴッドフィールドってゲームがあるの？そっか、ごめん、知らんかったね。もう知らない話題出しちゃったの、ほんとごめん。そうなの。ちょっと気になるな。だめ。今時にはないブラウザでできるゲームなのよ。珍しい。あ、猫戦車的なことか。あー、そう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 。おもろい。何が？イブラヒムさんってめっちゃおもろいな。なんかイブラヒムさんのそれってさ、一、うん、回おもろいとずっとおもろいよね。ね、なんかさ、味のするガムみたいなこすり方するよね。そのノリ。マジでおもろい。すっとぼける感じの。うん。そのすっとぼけのノリめっちゃいい。そうなんだよ。なんか昔さ、ちょっとやばい友達がいたんだけど、そいつがずっとこのノリしてて。やばいやつと友達なんだ。めっちゃウケてるやん。で、まあ、やばいっていうかちょっと特殊な言い回しをするみたいな感じのやつだったんだよね。いい友達だな。憑依しちゃったんや。いい友達だよ。そう、そいつ彼女いなくて、もう今も結婚して子供もいるんだけど、おそいつ彼女いなくて、彼女いないのに、うん、その彼女いるふりしたくてっていうネタをしたくて、彼女いるふりするやつっていうネタをしたくて、母親のことを家にいる女って言ってた。やばいね、いい感じに。ちゃんとやばい友達だ。家に女いるからってことね。そう、だから弁当とかもさ、うん、家にいる女に作ってもらったんだよね。